ながらスマホがどうしても許せない、それがこの男、木村魚拓である。なぜ、なぜも何もねえだろうよ。いいわけねえじゃないかよ。え、まあ、チャーハン食いながらお前漫画読むと一緒じゃないかよ。そんな昔からお前江戸から漫画、まあ、江戸の携帯おかしいな、すごいよ。なったな、俺の出番かな、俺の出番かって。ながらスマホをやめさせるには、え、俺か、俺がやんなきゃなんねえのかな。あわかんねえな、おい。そんなんだからいつまでたっても結婚できねえんだよ、おめえは。やろう。おい、聞いてんのかよ。森があると何年付き合ってんの、おめえ。そろそろ結婚した方がいいんじゃねえのか。土井さんのお父さんが、恩師だっていうふうに会ってこないだ、若いの。おめえの味、お前コカ・コーラなんて、お前大学の前講師なんかやってんだろ、お前。おい、マガニーリオ説知ってんのか、お前。よろしく言ってよ、よろしくお伝えくださいっすよ。土井さんのお父さんにはお世話になりましたって。そしたら、お前なんで笑ってんだ、お前なんで笑ってんだよ、ねえ、やろう。スマホ置けよ、お前置けよ。とくと、お前女抱くときはお前集中すんだよ、目の前のことに。タバコ吸いながらお前女抱いたらお前振られんだろ、お前切られちまうだろ、それと一緒だよ、お前。なら引かんねえんだよ。バカ、引かったね、やっと引かったね、俺。やっと引かった。ほら、ビッグ、よかった。ちょっと待って、おい、ビッグ引いたのにまだ携帯持ってんのか、お前。まだスマホやる人は、お前、お前ビッグだぞ、お前バカ野郎。お前パスローのビッグさ、お前プロレスやんのかババが言うじゃねえか、お前。なんでお前携帯見ながら売ってんだよ、おい。脇に置け、置け、置かねえのか、お前。ちょっと待って、最後まで携帯見ながらこの野郎、ビクションおかしたな。俺の出番だろ、これ。ながら撲滅に向けて行っている活動はどういう活動をしているんですか。お風呂のお湯あげてんな、熱湯に入って、熱湯に。俺が入ってる。俺が我慢することで、お前もしかしたら伝わるかもしれないな。2度あげてる、44度にしてるよ。42度が一番いいんだよ。ゆっくり入んには。
44度にしてるよ、44度に。それは風呂に入りながらっていうことですか？入りながらじゃねえよ、風呂に入ってんだよ。入りながらじゃねえよ、風呂に入ってんだよ。何もしてねえよ俺。いやいや、ぬるいお風呂だと入りながらなんかしちゃうから。何もしない、何もしない、何もしない。だから熱いお風呂に入る。冗談じゃないよ。何ですか？夜寝る前はゆっくり温まんだよ。熱いお湯に入ったら眠れないんだよ、逆に神経高ぶっちゃって。なん、本当は44度がいいんだよ。だけどながら僕のために俺44度に入ってんだよ。44度に暑いんだよ結構。痒くなるんですか、なんかどうか。何？え？何？何よ。熱いお湯に入るながらが温めてんのかよ。またながらか。またながらかよ。いつまで見せなきゃいけないんだよ。オッケーよ、オッケーオッケー、携帯オッケーよ、お前ら。おいおいお前着いたじゃねえかよ。おい午後着いたじゃねえかよ。おいなんでまだ携帯オッケーよ、ほらまだ携帯見てんのかおめえ。おい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 お前、ビッグでお前なんでまだ携帯見てんだよ、ほら。おいおい、おめえそれやめさせちゃったの、お前。お前そのながらスマホやめさせちゃったの、お前。見てろお前、この野郎、見てろな。ほら、ながらスマホがどうしても許せない、それがこの男木村御卓である。女かよ、女がいいのかお前。この男、女子にしか興味がないのである。日本三大河川。日本三大河川、はい。信濃川。信濃川。利根川。利根川。もう一つは何ですか？長良川に決まってんじゃん、なもん。長良川に何があるんだよ、他に。え？長良川じゃねえか。石狩川です。そうか、石狩川。石狩川こぼすぞお前、チェリーこぼすぞ。何がそんな面白いのお前、ま、まんじゅうじゃねえかお前、ただお前。何が面白いのこれ、バカ野郎。え、まんじゅうの画像じゃねえかこれ。お前何が楽しいんだこれ。何なんだよ。え、ドラ焼きか。ドラ焼きか。そりゃしょうがないよ。ドラ焼きか。
待てよ。いや、待てっつってんだよ。行けよ。いや、聞いたよ、行け。いや、もう、え？ちょ、待てよ。いや、聞いたよ、行けよ。スマホ。光ってんじゃねえか。行けよ。おいおい、お前、レッツゴーってね、ビッグじゃんよ、お前。レッツゴーじゃん。おいおい、スマホ待てよ、お前。ちょ、待てよ、この野郎。待ってろよ、お前。店長、すいません。照明落としてください。バカ野郎。お前よく見とけよな。待て。何やって聞きたいの？忙しいんだよ。なんか聞かれたいことありますか？聞かれたいことは別にねえけど、美味しいカレーの店あった知ってる？カレーの店、岩崎と美味しいカレーの店、あれ甲州街道渡ってるから、ね、708円かな、2種類のカレーと。美味しいカレー屋さんはどこですかって聞かれたい。いちいち勘に触るね。なんだ、お前光ったじゃねえかよ、お前。え？まだお前ながらか。え？光ったのに。またながらかよ、お前。この野郎。お前狙ってみろ、ほら。狙ってみろよ。ビッグじゃねえか、お前。ビッグじゃねえか、お前。ま、おい、おい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 、ビッグよ、お前。携帯がねえのか、お前。え、分かったよ、ほら。店長すいません、照明落としてください、店長。やろ、お前ドライキビって何話してんの、お前。おい、おめえよ、女にええぞ、今回女にええぞ、お前。男だけでお前ミニモムしてるからよ。ちょっと待ってろわ、この野郎。野郎だけでお前どぎまかしやろ、この野郎。うろら聞かんな。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。おい！え、もう一回だ、バカ野郎な。行くぞ。バー近くのバー行く。バーにパトロール行くんだよ。
たまにいるんだよ、流れ知らずが。言ってくれよ。いいバーなんですよ。だからいるんだよ、ながらは。パトロール行ってくれ。はまきすぎながら酒飲むやつもいるからね、ながら。ちょ、行ってくれよ、ちょ。光ってんじゃないかよ。なんで光ってんの、また見てんだよ。言ったじゃんか、お前やめろって。なんで見てんだよ、お前スマホ。まだか、お前まだながらスマホか。え、お前ビッグじゃねえかよ。聞いておけよ。ちょっと待て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 。店長すいません、照明落としてください。店長すいません、照明落としてください。こんなにいるぞ、お前。え、男だけだけどな、お前目にも留めちゃうかよ、この野郎。え、この野郎なめんだろ、今お前。おい、待て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 、この野郎。待てよ、いるぞ、ほらよく見てろ、ほら来た。もう一度言おう。この男、女子にしか興味がないのである。ありがとうございました。こんな感じ。33歳でこんな格好すると思いませんでした。お疲れ様でした。こんなにダンスの練習をしたのは高校の時の学園祭以来でした。ありがとうございました。ジャグラーだったらこう。ながらスマホ最高。